今回は年代別の人気アニメや漫画について振り返ります。1980年代から90年代の人気のタイトルから始めましょう。日本の文化を学ぶ上でアニメや漫画を知っておくことはとても役立ちますよ。皆さんも知っているアニメや漫画がたくさん出てくると思います。ぜひ最後まで聞いてください。最初に1980年代に始まった日本の人気アニメと漫画についてお話しします。80年代は多くの有名なアニメと漫画が生まれた時代です。まずはあの有名なドラゴンボールです。ドラゴンボールは鳥山明さんが作った漫画で、アニメも大人気ですね。主人公の悟空がドラゴンボールを集めて世界を守る話です。子供から大人までたくさんの人に愛されています。悟空の冒険はドラゴンボールを探すことから始まります。ドラゴンボールを全部集めると、どんな願いも一つ叶えてもらえます。悟空は多くの仲間ができて、一緒に悪い人たちと戦います。そして地球や宇宙を守ります。この物語は友情、勇気、そして成長についてです。アクションがいっぱいでドキドキします。笑える場面もたくさんありますよね。次に、セイントセイヤです。この漫画とアニメはギリシャ神話をベースにした物語です。主人公はセイヤという少年です。セイヤはセイントと呼ばれる戦士です。セイヤという若者が仲間と一緒に戦う姿が描かれています。セイントは守るべき女神アテナと平和のために戦います。セイヤと他のセイントたちは悪い敵と戦い、地球を守ります。この物語にはいろいろなセイントが登場します。それぞれに特別な力があり、強い装備を身につけています。彼らは困難に立ち向かいながら成長していきます。セイントセイヤはアクションが多いですが、友情や信じる心も大切にしています。セイヤと仲間の冒険を通じて多くのことを学べます。そして北斗の拳もとても有名ですね。荒廃した世界を舞台に、主人公ケンシロウが正義のために戦う姿を描いています。強さと優しさを兼ね備えたケンシロウは、多くの人に尊敬されています。この物語の世界は未来の物語です。大きな戦争の後、世界は荒れ果てています。人々は食べ物や水を探して生きています。強い人が弱い人を支配するとても厳しい世界です。そんな世界で、ケンシロウは平和と正義を取り戻すために旅をします。その旅の途中で、たくさんの悪者が出てきます。そこで、北斗神拳という特別な武術を使って、正義のために戦い、弱い人を守ります。その姿はとてもかっこよく、多くの人がケンシロウのファンになりました。四つ目は、うるせえやつらをご紹介します。この漫画では、
地球にやってきた宇宙人のラムとアタルの楽しい日常を描いています。この作品は笑いと愛がいっぱいの物語です。この物語の主人公はアタルという高校生です。アタルは普通の少年ですが、ある日、宇宙人のラムと出会います。ラムはアタルのことを好きになります。でも、ラムはちょっと変わった宇宙人で、いつもアタルを困らせます。うるせえ奴らは学校や友達、家族との日常の中で起こる面白い出来事を描いています。ラムとアタルの周りには変わったキャラクターがたくさんいます。それぞれが特別な能力を持っていて、物語をより面白くします。うるせえ奴らは楽しいだけではなく、心温まる物語です。可愛いキャラクターやキャッチーな歌も人気ですよね。ラムちゃんのコスプレを楽しむ人は今もたくさんいますよ。この作品のテーマは、勇気や友情、愛といった普遍的なものです。なので、世界中の人々からも愛され続けています。5個目は、アキラをご紹介します。アキラは、未来の東京を舞台にした漫画です。この作品は映画もとても有名で、世界中で多くのファンがいます。アキラは科学技術の進歩と人間性の問題を考えさせてくれる深い内容です。この物語は未来の東京が舞台です。大きな戦争の後、新しい東京が作られました。この新しい東京では多くの問題があり、若者たちは困難な生活を送っています。主人公は関枝という若者です。関枝はバイクのギャングのリーダーです。彼の友達の一人である鉄夫が不思議な力を持ってしまいます。鉄尾の力はとても強く、コントロールするのが難しいです。物語は、関枝と鉄尾、そして他の友達が、鉄尾の力によって起こる様々な問題に立ち向かう様子を描いています。アキラは友情と裏切り、力とコントロールについての物語です。アキラはアクションとサスペンスがたくさんあります。未来の世界を見ることができると同時に、人間の心と社会の問題について考えさせられます。6つ目は、隣のトトロです。宮崎駿さんが監督したこのアニメ映画は、有名ですよね。トトロという不思議な生き物と二人の姉妹の友情が心温まる物語ですね。自然と共に生きる大切さを教えてくれます。隣のトトロは世界中で愛され、多くの人に幸せを与えています。この物語は、サツキとメイという二人の姉妹が主人公です。彼女たちはお父さんと一緒に田舎に引っ越します。新しい家はとっても大きくて、周りには自然がいっぱいです。そこでサツキとメイは森で不思議な生き物トトロに出会います。トトロは森の守り神みたいな存在です。とっても大きくて優しい心を持っています。トトロとの出会いは姉妹にとって
特別な体験になります。隣のトトロは冒険と発見の物語です。姉妹がトトロと過ごす時間は楽しくて心温まるものですよね。この映画は家族の愛と自然の美しさを教えてくれます。ジブリならではの美しいアニメーションとセンスのいい音楽にも触れられます。日本ではテレビでよく再放送されています。もう10回以上は見たと思います。7つ目はセーラームーンをご紹介します。セーラームーンは1990年代初頭に始まりました。ただ、1980年代の流れの影響を受けた重要な作品です。この漫画とアニメは世界中で非常に人気があります。私もセーラームーン世代で、セーラームーンを見て育ちました。若い女の子たちが主人公で、友情と正義のために戦う姿が描かれています。セーラームーンは多くの国で放送され、日本のアニメと漫画の魅力を世界に広めました。この物語の主人公は、月のうさぎという女の子です。うさぎは普通の中学生ですが、ある日、不思議な力を持つ猫、ルナと出会います。その猫から、ウサギはセーラームーンに変身できることを知ります。セーラームーンは地球を守る戦士です。ウサギは他のセーラー戦士たちと一緒に悪い敵と戦います。セーラー戦士たちは、それぞれが特別な力を持っています。彼女たちは友情と愛を大切にしながら地球を守ります。物語を見ると勇気を持って大切な人を守ることの大切さを学べます。キャラクターそれぞれにもとても魅力がありますよね。グッズもとても人気で、見ると私も欲しくなってしまいます。次は1990年代に始まった人気のアニメと漫画についてお話ししたいと思います。90年代もとても多くの素晴らしい作品が生まれた時代です。まず、ドラゴンボール Z を紹介します。これはドラゴンボールの続編です。アニメでは途中からドラゴンボール Z になっています。引き続き強い敵と戦い、地球や宇宙を守る悟空と仲間たちの冒険を描いています。ドラゴンボールを探す旅も続きます。ドラゴンボール Z ではさらにたくさんの強い敵が出てきます。悟空と仲間はそれぞれが鍛えた技や力を使って巨大な敵と戦います。悟空たちはいつも助け合い、一緒に困難に立ち向かいます。ドラゴンボール Z は友情と勇気、そして家族の大切さについて教えてくれます。もちろん、とてもワクワクドキドキする戦いがたくさんあります。ドラゴンボール Z はアクションが好きな人には特におすすめです。そして、新世紀エヴァンゲリオンも忘れてはいけませんね。このアニメは少年少女が巨大なロボットに乗って、地球を脅かす敵と戦う話です。人間の心理や社会の問題を考えさせる作品で、大人のファンも多いです。
世界中でも評価が高いアニメですね。この物語は未来の地球が舞台です。物語の中心は少年少女たちが巨大なロボット、エヴァンゲリオンを操って戦うことです。彼らは地球を襲う謎の敵、使徒と戦います。主人公は碇シンジという少年です。大きな災害の後、地球はとても厳しい状況にありました。シンジはエヴァンゲリオンを操ることになりますが、多くの困難に直面します。彼は戦いの中で自分自身と向き合い、成長していきます。新世紀エヴァンゲリオンは、アクションとサイエンスフィクションが融合した物語です。でも、それだけではありません。友情、家族、そして自分自身を見つめ直すことについても考えさせられます。このアニメは名台詞がたくさんあります。そして忘れられないユニークなキャラクターたちがいたりするのも人気の一つです。スラムダンクも90年代を語るには欠かせない漫画とアニメです。この物語はバスケットボールを通じて高校生たちの成長を描いています。スポーツの楽しさだけではなく、友情や努力の大切さを教えてくれます。この物語の主人公は、桜木花道という高校生です。花道は最初、バスケットボールに興味がありませんでした。でも、ある日、彼はバスケットボール部の仲間たちと出会い、バスケットボールの魅力に引き込まれます。花道は、バスケットボールで上手になるために、毎日練習を頑張ります。彼は仲間と一緒に強いチームと戦い、多くの試合に挑みます。物語は花道が成長していく様子と彼の仲間たちとの絆を描いています。スラムダンクはスポーツの楽しさとチームワークの大切さを教えてくれます。また、努力することの価値と、夢を追いかけることの素晴らしさも伝えています。この漫画とアニメは、とても面白くて感動的です。日本の30代、40代の男性は、ほとんど全員読んだことがあるんじゃないかなと思います。また、世界中でも多くの人に愛されています。スラムダンクを読んだり見たりすると、バスケットボールがもっと好きになるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。次はポケットモンスター、通称ポケモンを紹介します。この作品は小さなモンスターを集めて育てる冒険の話です。アニメもゲームも大人気で、今でも世界中で愛されています。子供から大人まで多くの人が楽しんでいます。私も小学生の時にずっとポケモンのゲームをしていました。この物語の中心はサトシという少年です。サトシの夢はポケモンマスターになることです。彼はピカチュウというポケモンと一緒に旅をします。サトシとピカチュウはたくさんの友達を作り、多くの冒険をします。ポケットモンスターの世界にはたくさんのポケモンがいます。それぞれのポケモンには火、水、草、毒、エスパータイプなどの特別な力があります。
サトシと仲間はポケモンと一緒に成長し、新しいことをたくさん学びます。この物語は友情と冒険、そして挑戦について教えてくれます。サトシとピカチュウの旅は楽しくて、時には大変ですが、いつも一緒に乗り越えます。ポケットモンスターは子供から大人までみんなが楽しめるコンテンツです。実際、ポケモン GO というアプリが世界的にも大ヒットしましたよね。未だに遊んでいる友達も多いです。ちなみに、最初のポケモンの種類は151種類でした。今では1025種類もいるらしいですよ。最後に幽遊白書を紹介します。このアニメは少年が霊界の探偵として活躍する物語です。アクションと冒険が満載で、海外でも多くのファンがいます。この物語の主人公は、浦飯祐介という中学生です。祐介はある日、事故で亡くなります。でも、彼は幽霊になってから特別な任務を与えられます。その任務は人間の世界とあの世を守ることです。祐介は霊界探偵として様々な冒険をします。彼は仲間たちと一緒に悪い妖怪や敵と戦います。物語は戦いだけでなく、友情や勇気についても教えてくれます。幽遊白書には魅力的なキャラクターがたくさんいます。それぞれに特別な力があり、物語を面白くしています。ユースケと彼の仲間たちの成長を見ることができますよ。このアニメと漫画はアクションがいっぱいでドキドキします。最近では実写版の幽遊白書もネットフリックスで見ることができるようですね。1980年代、90年代にはこれらの作品をはじめ多くのアニメと漫画が日本から世界へと広がりました。30年以上も前ですが、今もなお多くの人々に愛され、日本の文化を世界に伝えています。日本のアニメや漫画は国や言語を超えて世界中の人々とつながる素晴らしい文化だと思います。これからも世界中で愛される日本のアニメや漫画を楽しんでください。今回は年代別の人気アニメや漫画について振り返ります。1980年代から90年代の人気のタイトルから始めましょう。日本の文化を学ぶ上でアニメや漫画を知っておくことはとても役立ちますよ。皆さんも知っているアニメや漫画がたくさん出てくると思います。ぜひ最後まで聞いてください。最初に1980年代に始まった日本の人気アニメと漫画についてお話しします。80年代は多くの有名なアニメと漫画が生まれた時代です。まずはあの有名なドラゴンボールです。ドラゴンボールは鳥山明さんが作った漫画で、アニメも大人気ですね。主人公の悟空がドラゴンボールを集めて世界を守る話です。子供から大人までたくさんの人に愛されています。悟空の冒険はドラゴンボールを探すことから始まります。ドラゴンボールを全部集めると、どんな願いも一つ叶えてもらえます。悟空は多くの仲間ができて、一緒に悪い人たちと戦います。
そして地球や宇宙を守ります。この物語は友情、勇気、そして成長についてです。アクションがいっぱいでドキドキします。笑える場面もたくさんありますよね。次に、セイントセイヤです。この漫画とアニメはギリシャ神話をベースにした物語です。主人公はセイヤという少年です。セイヤはセイントと呼ばれる戦士です。セイヤという若者が仲間と一緒に戦う姿が描かれています。セイントは守るべき女神アテナと平和のために戦います。セイヤと他のセイントたちは悪い敵と戦い、地球を守ります。この物語にはいろいろなセイントが登場します。それぞれに特別な力があり、強い装備を身につけています。彼らは困難に立ち向かいながら成長していきます。セイントセイヤはアクションが多いですが、友情や信じる心も大切にしています。セイヤと仲間の冒険を通じて多くのことを学べます。そして北斗の拳もとても有名ですね。荒廃した世界を舞台に、主人公ケンシロウが正義のために戦う姿を描いています。強さと優しさを兼ね備えたケンシロウは、多くの人に尊敬されています。この物語の世界は未来の物語です。大きな戦争の後、世界は荒れ果てています。人々は食べ物や水を探して生きています。強い人が弱い人を支配するとても厳しい世界です。そんな世界で、ケンシロウは平和と正義を取り戻すために旅をします。その旅の途中で、たくさんの悪者が出てきます。そこで、北斗神拳という特別な武術を使って、正義のために戦い、弱い人を守ります。その姿は、とてもかっこよく、多くの人がケンシロウのファンになりました。四つ目は、うるせえやつらをご紹介します。この漫画では、地球にやってきた宇宙人のラムとアタルの楽しい日常を描いています。この作品は、笑いと愛がいっぱいの物語です。この物語の主人公は、アタルという高校生です。アタルは普通の少年ですが、ある日、宇宙人のラムと出会います。ラムはアタルのことを好きになります。でもラムはちょっと変わった宇宙人で、いつもアタルを困らせます。うるせえ奴らは学校や友達、家族との日常の中で起こる面白い出来事を描いています。ラムとアタルの周りには変わったキャラクターがたくさんいます。それぞれが特別な能力を持っていて、物語をより面白くします。うるせえ奴らは楽しいだけではなく、心温まる物語です。可愛いキャラクターやキャッチーな歌も人気ですよね。ラムちゃんのコスプレを楽しむ人は今もたくさんいますよ。この作品のテーマは、勇気や友情、愛といった普遍的なものです。なので、世界中の人々からも愛され続けています。5個目は、アキラをご紹介します。アキラは未来の東京を舞台にした漫画です。この作品は映画もとても有名で、世界中で多くのファンがいます。アキラは科学技術の進歩と人間性の問題を考えさせてくれる深い内容です。この物語は未来の東京が舞台です。大きな戦争の後、新しい東京が作られました。この新しい東京では多くの問題があり、若者たちは困難な生活を送っています。主人公は関枝という若者です。関枝はバイクのギャングのリーダーです。彼の友達の一人である鉄夫が不思議な力を持ってしまいます。
鉄棒の力はとても強く、コントロールするのが難しいです。物語は、寛永だと鉄雄、そして他の友達が、鉄雄の力によって起こる様々な問題に立ち向かう様子を描いています。アキラは、友情と裏切り、力とコントロールについての物語です。アキラは、アクションとサスペンスがたくさんあります。未来の世界を見ることができると同時に、人間の心と社会の問題について考えさせられます。6つ目は、となりのトトロです。宮崎駿さんが監督したこのアニメ映画は有名ですよね。トトロという不思議な生き物と、2人の姉妹の友情が心温まる物語ですね。自然と共に生きる大切さを教えてくれます。となりのトトロは世界中で愛され、多くの人に幸せを与えています。この物語は、サツキとメイという2人の姉妹が主人公です。彼女たちはお父さんと一緒に田舎に引っ越します。新しい家はとっても大きくて、周りには自然がいっぱいです。そこで、サツキとメイは森で不思議な生き物、トトロに出会います。トトロは森の守り神みたいな存在です。とっても大きくて優しい心を持っています。トトロとの出会いは姉妹にとって特別な体験になります。となりのトトロは冒険と発見の物語です。姉妹がトトロと過ごす時間は楽しくて心温まるものですよね。この映画は家族の愛と自然の美しさを教えてくれます。ジブリならではの美しいアニメーションとセンスのいい音楽にも触れられます。日本ではテレビでよく再放送されています。もう10回以上は見たと思います。7つ目はセーラームーンをご紹介します。セーラームーンは1990年代初頭に始まりました。ただ、1980年代の流れの影響を受けた重要な作品です。この漫画とアニメは世界中で非常に人気があります。私もセーラームーン世代で、セーラームーンを見て育ちました。若い女の子たちが主人公で、友情と正義のために戦う姿が描かれています。セーラームーンは多くの国で放送され、日本のアニメと漫画の魅力を世界に広めました。この物語の主人公は、月のうさぎという女の子です。うさぎは普通の中学生ですが、ある日、不思議な力を持つ猫、ルナと出会います。その猫からうさぎは、セーラームーンに変身できることを知ります。セーラームーンは地球を守る戦士です。ウサギは他のセーラー戦士たちと一緒に悪い敵と戦います。セーラー戦士たちはそれぞれが特別な力を持っています。彼女たちは友情と愛を大切にしながら地球を守ります。物語を見ると勇気を持って大切な人を守ることの大切さを学べます。キャラクターそれぞれにもとても魅力がありますよね。グッズもとても人気で、見ると私も欲しくなってしまいます。次は1990年代に始まった人気のアニメと漫画についてお話ししたいと思います。90年代もとても多くの素晴らしい作品が生まれた時代です。まず、ドラゴンボール Z を紹介します。これはドラゴンボールの続編です。アニメでは途中からドラゴンボール Z になっています。引き続き強い敵と戦い、地球や宇宙を守る悟空と仲間たちの冒険を描いています。ドラゴンボールを探す旅も続きます。ドラゴンボール Z では、さらにたくさんの強い敵が出てきます。
悟空と仲間はそれぞれが鍛えた技や力を使って巨大な敵と戦います。悟空たちはいつも助け合い、一緒に困難に立ち向かいます。ドラゴンボール Z は友情と勇気、そして家族の大切さについて教えてくれます。もちろん、とてもワクワクドキドキする戦いがたくさんあります。ドラゴンボール Z はアクションが好きな人には特におすすめです。そして、新世紀エヴァンゲリオンも忘れてはいけませんね。このアニメは少年少女が巨大なロボットに乗って地球を脅かす敵と戦う話です。人間の心理や社会の問題を考えさせる作品で、大人のファンも多いです。世界中でも評価が高いアニメですね。この物語は未来の地球が舞台です。物語の中心は少年少女たちが巨大なロボット、エヴァンゲリオンを操って戦うことです。彼らは地球を襲う謎の敵、使徒と戦います。主人公は碇シンジという少年です。大きな災害の後、地球はとても厳しい状況にありました。シンジはエヴァンゲリオンを操ることになりますが、多くの困難に直面します。彼は戦いの中で自分自身と向き合い、成長していきます。新世紀エヴァンゲリオンはアクションとサイエンスフィクションが融合した物語です。でも、それだけではありません。友情、家族、そして自分自身を見つめ直すことについても考えさせられます。このアニメは名台詞がたくさんあります。そして忘れられないユニークなキャラクターたちがいたりするのも人気の一つです。スラムダンクも90年代を語るには欠かせない漫画とアニメです。この物語はバスケットボールを通じて高校生たちの成長を描いています。スポーツの楽しさだけではなく、友情や努力の大切さを教えてくれます。この物語の主人公は、桜木花道という高校生です。花道は最初、バスケットボールに興味がありませんでした。でも、ある日、彼はバスケットボール部の仲間たちと出会い、バスケットボールの魅力に引き込まれます。花道はバスケットボールで上手になるために、毎日練習を頑張ります。彼は仲間と一緒に強いチームと戦い、多くの試合に挑みます。物語は花道が成長していく様子と、彼の仲間たちとの絆を描いています。スラムダンクはスポーツの楽しさとチームワークの大切さを教えてくれます。また、努力することの価値と夢を追いかけることの素晴らしさも伝えています。この漫画とアニメはとても面白くて感動的です。日本の30代、40代の男性はほとんど全員読んだことがあるんじゃないかなと思います。また、世界中でも多くの人に愛されています。スラムダンクを読んだり見たりすると、バスケットボールがもっと好きになるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。次はポケットモンスター、通称ポケモンを紹介します。この作品は小さなモンスターを集めて育てる冒険のお話です。アニメもゲームも大人気で、今でも世界中で愛されています。子供から大人まで多くの人が楽しんでいます。私も小学生の時にずっとポケモンのゲームをしていました。この物語の中心はサトシという少年です。サトシの夢はポケモンマスターになることです。彼はピカチュウというポケモンと一緒に旅をします。サトシとピカチュウはたくさんの友達を作り、多くの冒険をします。ポケットモンスターの世界にはたくさんのポケモンがいます。それぞれのポケモンには、火、水、
草、毒、エスパータイプなどの特別な力があります。サトシと仲間はポケモンと一緒に成長し、新しいことをたくさん学びます。この物語は友情と冒険、そして挑戦について教えてくれます。サトシとピカチュウの旅は楽しくて、時には大変ですが、いつも一緒に乗り越えます。ポケットモンスターは子供から大人までみんなが楽しめるコンテンツです。実際、ポケモン GO というアプリが世界的にも大ヒットしましたよね。未だに遊んでいる友達も多いです。ちなみに最初のポケモンの種類は151種類でした。今では1025種類もいるらしいですよ。最後に幽遊白書を紹介します。このアニメは少年が霊界の探偵として活躍する物語です。アクションと冒険が満載で、海外でも多くのファンがいます。この物語の主人公は、浦飯祐介という中学生です。祐介はある日、事故で亡くなります。でも、彼は幽霊になってから、特別な任務を与えられます。その任務は、人間の世界とあの世を守ることです。祐介は霊界探偵として様々な冒険をします。彼は仲間たちと一緒に悪い妖怪や敵と戦います。物語は戦いだけでなく、友情や勇気についても教えてくれます。幽遊白書には魅力的なキャラクターがたくさんいます。それぞれに特別な力があり、物語を面白くしています。祐介と彼の仲間たちの成長を見ることができますよ。このアニメと漫画はアクションがいっぱいでドキドキします。最近では実写版の幽遊白書もネットフリックスで見ることができるようですね。1980年代、90年代にはこれらの作品をはじめ、多くのアニメと漫画が日本から世界へと広がりました。30年以上も前ですが、今もなお多くの人々に愛され、日本の文化を世界に伝えています。日本のアニメや漫画は国や言語を超えて世界中の人々とつながる素晴らしい文化だと思います。これからも世界中で愛される日本のアニメや漫画を楽しんでください。今回は年代別の人気アニメや漫画について振り返ります。1980年代から90年代の人気のタイトルから始めましょう。日本の文化を学ぶ上でアニメや漫画を知っておくことはとても役立ちますよ。皆さんも知っているアニメや漫画がたくさん出てくると思います。ぜひ最後まで聞いてください。最初に1980年代に始まった日本の人気アニメと漫画についてお話しします。80年代は多くの有名なアニメと漫画が生まれた時代です。まずはあの有名なドラゴンボールです。ドラゴンボールは鳥山明さんが作った漫画で、アニメも大人気ですね。主人公の悟空がドラゴンボールを集めて世界を守る話です。子供から大人までたくさんの人に愛されています。悟空の冒険はドラゴンボールを探すことから始まります。ドラゴンボールを全部集めると、どんな願いも一つ叶えてもらえます。悟空は多くの仲間ができて、一緒に悪い人たちと戦います。そして地球や宇宙を守ります。この物語は友情、勇気、そして成長についてです。アクションがいっぱいでドキドキします。笑える場面もたくさんありますよね。次にセイントセイヤです。この漫画とアニメはギリシャ神話をベースにした物語です。主人公はセイヤという少年です。
聖夜はセイントと呼ばれる戦士です。聖夜という若者が仲間と一緒に戦う姿が描かれています。セイントは守るべき女神アテナと平和のために戦います。聖夜と他のセイントたちは悪い敵と戦い、地球を守ります。この物語にはいろいろなセイントが登場します。それぞれに特別な力があり、強い装備を身につけています。彼らは困難に立ち向かいながら成長していきます。セイントセイヤはアクションが多いですが、友情や信じる心も大切にしています。セイヤと仲間の冒険を通じて多くのことを学べます。そして北斗の拳もとても有名ですね。荒廃した世界を舞台に、主人公ケンシロウが正義のために戦う姿を描いています。強さと優しさを兼ね備えたケンシロウは、多くの人に尊敬されています。この物語の世界は未来の物語です。大きな戦争の後、世界は荒れ果てています。人々は食べ物や水を探して生きています。強い人が弱い人を支配するとても厳しい世界です。そんな世界で、ケンシロウは平和と正義を取り戻すために旅をします。その旅の途中で、たくさんの悪者が出てきます。そこで、北斗神拳という特別な武術を使って、正義のために戦い、弱い人を守ります。その姿は、とてもかっこよく、多くの人がケンシロウのファンになりました。四つ目は、うるせえやつらをご紹介します。この漫画では、地球にやってきた宇宙人のラムとアタルの楽しい日常を描いています。この作品は、笑いと愛がいっぱいの物語です。この物語の主人公は、アタルという高校生です。アタルは普通の少年ですが、ある日、宇宙人のラムと出会います。ラムはアタルのことを好きになります。でも、ラムはちょっと変わった宇宙人で、いつもアタルを困らせます。うるせえ奴らは学校や友達、家族との日常の中で起こる面白い出来事を描いています。ラムとアタルの周りには、変わったキャラクターがたくさんいます。それぞれが特別な能力を持っていて、物語をより面白くします。うるせえ奴らは楽しいだけではなく、心温まる物語です。可愛いキャラクターやキャッチーな歌も人気ですよね。ラムちゃんのコスプレを楽しむ人は今もたくさんいますよ。この作品のテーマは、勇気や友情、愛といった普遍的なものです。なので、世界中の人々からも愛され続けています。5個目は、アキラをご紹介します。アキラは未来の東京を舞台にした漫画です。この作品は映画もとても有名で、世界中で多くのファンがいます。アキラは科学技術の進歩と人間性の問題を考えさせてくれる深い内容です。この物語は未来の東京が舞台です。大きな戦争の後、新しい東京が作られました。この新しい東京では多くの問題があり、若者たちは困難な生活を送っています。主人公は関枝という若者です。関枝はバイクのギャングのリーダーです。彼の友達の一人である鉄夫が不思議な力を持ってしまいます。鉄夫の力はとても強く、コントロールするのが難しいです。物語は関枝と鉄夫、そして他の友達が鉄夫の力によって起こる様々な問題に立ち向かう様子を描いています。アキラは友情と裏切り、力とコントロールについての物語です。アキラはアクションと
サスペンスがたくさんあります。未来の世界を見ることができると同時に、人間の心と社会の問題について考えさせられます。6つ目は、となりのトトロです。宮崎駿さんが監督したこのアニメ映画は有名ですよね。トトロという不思議な生き物と2人の姉妹の友情が心温まる物語ですね。自然と共に生きる大切さを教えてくれます。となりのトトロは世界中で愛され、多くの人に幸せを与えています。この物語は、サツキとメイという2人の姉妹が主人公です。彼女たちはお父さんと一緒に田舎に引っ越します。新しい家はとっても大きくて、周りには自然がいっぱいです。そこで、サツキとメイは森で不思議な生き物、トトロに出会います。トトロは森の守り神みたいな存在です。とっても大きくて優しい心を持っています。トトロとの出会いは姉妹にとって特別な体験になります。となりのトトロは冒険と発見の物語です。姉妹がトトロと過ごす時間は楽しくて心温まるものですよね。この映画は家族の愛と自然の美しさを教えてくれます。ジブリならではの美しいアニメーションとセンスのいい音楽にも触れられます。日本ではテレビでよく再放送されています。もう10回以上は見たと思います。7つ目はセーラームーンをご紹介します。セーラームーンは1990年代初頭に始まりました。ただ、1980年代の流れの影響を受けた重要な作品です。この漫画とアニメは世界中で非常に人気があります。私もセーラームーン世代で、セーラームーンを見て育ちました。若い女の子たちが主人公で、友情と正義のために戦う姿が描かれています。セーラームーンは多くの国で放送され、日本のアニメと漫画の魅力を世界に広めました。この物語の主人公は、月のうさぎという女の子です。うさぎは普通の中学生ですが、ある日、不思議な力を持つ猫、ルナと出会います。その猫から、うさぎはセーラームーンに変身できることを知ります。セーラームーンは地球を守る戦士です。うさぎは他のセーラー戦士たちと一緒に悪い敵と戦います。セーラー戦士たちはそれぞれが特別な力を持っています。彼女たちは友情と愛を大切にしながら地球を守ります。物語を見ると勇気を持って大切な人を守ることの大切さを学べます。キャラクターそれぞれにもとても魅力がありますよね。グッズもとても人気で、見ると私も欲しくなってしまいます。次は1990年代に始まった人気のアニメと漫画についてお話ししたいと思います。90年代もとても多くの素晴らしい作品が生まれた時代です。まず、ドラゴンボール Z を紹介します。これはドラゴンボールの続編です。アニメでは途中からドラゴンボール Z になっています。引き続き強い敵と戦い、地球や宇宙を守る悟空と仲間たちの冒険を描いています。ドラゴンボールを探す旅も続きます。ドラゴンボール Z では、さらにたくさんの強い敵が出てきます。悟空と仲間は、それぞれが鍛えた技や力を使って巨大な敵と戦います。悟空たちはいつも助け合い、一緒に困難に立ち向かいます。ドラゴンボール Z は、友情と勇気、そして家族の大切さについて教えてくれます。もちろん、
とてもワクワクドキドキする戦いがたくさんあります。ドラゴンボール Z はアクションが好きな人には特におすすめです。そして新世紀エヴァンゲリオンも忘れてはいけませんね。このアニメは少年少女が巨大なロボットに乗って地球を脅かす敵と戦う話です。人間の心理や社会の問題を考えさせる作品で大人のファンも多いです。世界中でも評価が高いアニメですね。この物語は未来の地球が舞台です。物語の中心は少年少女たちが巨大なロボット、エヴァンゲリオンを操って戦うことです。彼らは地球を襲う謎の敵、使徒と戦います。主人公は碇シンジという少年です。大きな災害の後、地球はとても厳しい状況にありました。シンジはエヴァンゲリオンを操ることになりますが、多くの困難に直面します。彼は戦いの中で自分自身と向き合い、成長していきます。新世紀エヴァンゲリオンはアクションとサイエンスフィクションが融合した物語です。でもそれだけではありません。友情、家族、そして自分自身を見つめ直すことについても考えさせられます。このアニメは名台詞がたくさんあります。そして忘れられないユニークなキャラクターたちがいたりするのも人気の一つです。スラムダンクも90年代を語るには欠かせない漫画とアニメです。この物語はバスケットボールを通じて高校生たちの成長を描いています。スポーツの楽しさだけではなく、友情や努力の大切さを教えてくれます。この物語の主人公は桜木花道という高校生です。花道は最初、バスケットボールに興味がありませんでした。でもある日、彼はバスケットボール部の仲間たちと出会い、バスケットボールの魅力に引き込まれます。花道はバスケットボールで上手になるために、毎日練習を頑張ります。彼は仲間と一緒に強いチームと戦い、多くの試合に挑みます。物語は、花道が成長していく様子と彼の仲間たちとの絆を描いています。スラムダンクはスポーツの楽しさとチームワークの大切さを教えてくれます。また、努力することの価値と夢を追いかけることの素晴らしさも伝えています。この漫画とアニメはとても面白くて感動的です。日本の30代、40代の男性はほとんど全員読んだことがあるんじゃないかなと思います。また、世界中でも多くの人に愛されています。スラムダンクを読んだり見たりすると、バスケットボールがもっと好きになるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。次は、ポケットモンスター、通称ポケモンを紹介します。この作品は、小さなモンスターを集めて育てる冒険のお話です。アニメもゲームも大人気で、今でも世界中で愛されています。子供から大人まで多くの人が楽しんでいます。私も小学生の時にずっとポケモンのゲームをしていました。この物語の中心はサトシという少年です。サトシの夢はポケモンマスターになることです。彼はピカチュウというポケモンと一緒に旅をします。サトシとピカチュウはたくさんの友達を作り、多くの冒険をします。ポケットモンスターの世界にはたくさんのポケモンがいます。それぞれのポケモンには、火、水、草、毒、エスパータイプなどの特別な力があります。サトシと仲間はポケモンと一緒に成長し、新しいことをたくさん学びます。この物語は、友情と冒険、そして挑戦について教えてくれます。サトシとピカチュウの旅は、楽しくて
時には大変ですが、いつも一緒に乗り越えます。ポケットモンスターは子供から大人までみんなが楽しめるコンテンツです。実際、ポケモン GO というアプリが世界的にも大ヒットしましたよね。未だに遊んでいる友達も多いです。ちなみに、最初のポケモンの種類は151種類でした。今では1025種類もいるらしいですよ。最後に、幽遊白書を紹介します。このアニメは、少年が霊界の探偵として活躍する物語です。アクションと冒険が満載で、海外でも多くのファンがいます。この物語の主人公は、浦飯裕介という中学生です。裕介はある日、事故で亡くなります。でも、彼は幽霊になってから特別な任務を与えられます。その任務は人間の世界とあの世を守ることです。裕介は霊界探偵として様々な冒険をします。彼は仲間たちと一緒に悪い妖怪や敵と戦います。物語は戦いだけでなく、友情や勇気についても教えてくれます。幽遊白書には魅力的なキャラクターがたくさんいます。それぞれに特別な力があり、物語を面白くしています。ユースケと彼の仲間たちの成長を見ることができますよ。このアニメと漫画はアクションがいっぱいでドキドキします。最近では実写版の幽遊白書もネットフリックスで見ることができるようですね。1980年代、90年代にはこれらの作品をはじめ多くのアニメと漫画が日本から世界へと広がりました。30年以上も前ですが、今もなお多くの人々に愛され、日本の文化を世界に伝えています。日本のアニメや漫画は国や言語を超えて世界中の人々とつながる素晴らしい文化だと思います。これからも世界中で愛される日本のアニメや漫画を楽しんでください。今回は年代別の人気アニメや漫画について振り返ります。1980年代から90年代の人気のタイトルから始めましょう。日本の文化を学ぶ上でアニメや漫画を知っておくことはとても役立ちますよ。皆さんも知っているアニメや漫画がたくさん出てくると思います。ぜひ最後まで聞いてください。最初に1980年代に始まった日本の人気アニメと漫画についてお話しします。80年代は多くの有名なアニメと漫画が生まれた時代です。まずはあの有名なドラゴンボールです。ドラゴンボールは鳥山明さんが作った漫画でアニメも大人気ですね。主人公の悟空がドラゴンボールを集めて世界を守る話です。子供から大人までたくさんの人に愛されています。悟空の冒険はドラゴンボールを探すことから始まります。ドラゴンボールを全部集めると、どんな願いも一つ叶えてもらえます。悟空は多くの仲間ができて、一緒に悪い人たちと戦います。そして地球や宇宙を守ります。この物語は友情、勇気、そして成長についてです。アクションがいっぱいでドキドキします。笑える場面もたくさんありますよね。次に、セイントセイヤです。この漫画とアニメはギリシャ神話をベースにした物語です。主人公はセイヤという少年です。セイヤはセイントと呼ばれる戦士です。セイヤという若者が仲間と一緒に戦う姿が描かれています。セイントは守るべき女神アテナと平和のために戦います。セイヤと他のセイントたちは悪い敵と戦い、地球を守ります。この物語にはいろいろなセイントが登場します。それぞれに特別な力があり、強い装備を身につけています。
彼らは困難に立ち向かいながら成長していきます。セイントセイヤはアクションが多いですが、友情や信じる心も大切にしています。セイヤと仲間の冒険を通じて多くのことを学べます。そして北斗の拳もとても有名ですね。荒廃した世界を舞台に、主人公ケンシロウが正義のために戦う姿を描いています。強さと優しさを兼ね備えたケンシロウは、多くの人に尊敬されています。この物語の世界は未来の物語です。大きな戦争の後、世界は荒れ果てています。人々は食べ物や水を探して生きています。強い人が弱い人を支配する、とても厳しい世界です。そんな世界で、ケンシロウは平和と正義を取り戻すために旅をします。その旅の途中で、たくさんの悪者が出てきます。そこで、北斗神拳という特別な武術を使って、正義のために戦い、弱い人を守ります。その姿はとてもかっこよく、多くの人がケンシロウのファンになりました。四つ目は、うるせえやつらをご紹介します。この漫画では、地球にやってきた宇宙人のラムとアタルの楽しい日常を描いています。この作品は、笑いと愛がいっぱいの物語です。この物語の主人公は、アタルという高校生です。アタルは普通の少年ですが、ある日、宇宙人のラムと出会います。ラムはアタルのことを好きになります。でも、ラムはちょっと変わった宇宙人で、いつもアタルを困らせます。うるせえ奴らは、学校や友達、家族との日常の中で起こる面白い出来事を描いています。ラムとアタルの周りには、変わったキャラクターがたくさんいます。それぞれが特別な能力を持っていて、物語をより面白くします。うるせえ奴らは楽しいだけではなく、心温まる物語です。可愛いキャラクターやキャッチーな歌も人気ですよね。ラムちゃんのコスプレを楽しむ人は今もたくさんいますよ。この作品のテーマは、勇気や友情、愛といった普遍的なものです。なので、世界中の人々からも愛され続けています。5個目は、アキラをご紹介します。アキラは未来の東京を舞台にした漫画です。この作品は映画もとても有名で、世界中で多くのファンがいます。アキラは科学技術の進歩と人間性の問題を考えさせてくれる深い内容です。この物語は未来の東京が舞台です。大きな戦争の後、新しい東京が作られました。この新しい東京では多くの問題があり、若者たちは困難な生活を送っています。主人公は、カンエダという若者です。カンエダはバイクのギャングのリーダーです。彼の友達の一人である鉄尾が不思議な力を持ってしまいます。鉄尾の力はとても強く、コントロールするのが難しいです。物語は、カンエダと鉄尾、そして他の友達が、鉄尾の力によって起こる様々な問題に立ち向かう様子を描いています。アキラは友情と裏切り、力とコントロールについての物語です。アキラはアクションとサスペンスがたくさんあります。未来の世界を見ることができると同時に、人間の心と社会の問題について考えさせられます。6つ目は、隣のトトロです。宮崎駿さんが監督したこのアニメ映画は有名ですよね。トトロという不思議な生き物と二人の姉妹の友情が心温まる物語ですね。自然と共に生きる大切さを教えてくれます。隣のトトロは世界中で愛され、多くの人に幸せを与えています。この物語は、サツキとメイという二人の姉妹が主人公です。彼女たちはお父さんと一緒に田舎に引っ越します。新しい家はとっても大きくて、周りには自然がいっぱいです。そこで
さつきとめいは森で不思議な生き物、トトロに出会います。トトロは森の守り神みたいな存在です。とっても大きくて優しい心を持っています。トトロとの出会いは姉妹にとって特別な体験になります。隣のトトロは冒険と発見の物語です。姉妹がトトロと過ごす時間は楽しくて心温まるものですよね。この映画は家族の愛と自然の美しさを教えてくれます。ジブリならではの美しいアニメーションとセンスのいい音楽にも触れられます。日本ではテレビでよく再放送されています。もう10回以上は見たと思います。7つ目はセーラームーンをご紹介します。セーラームーンは1990年代初頭に始まりました。ただ、1980年代の流れの影響を受けた重要な作品です。この漫画とアニメは世界中で非常に人気があります。私もセーラームーン世代で、セーラームーンを見て育ちました。若い女の子たちが主人公で、友情と正義のために戦う姿が描かれています。セーラームーンは多くの国で放送され、日本のアニメと漫画の魅力を世界に広めました。この物語の主人公は、月のうさぎという女の子です。うさぎは普通の中学生ですが、ある日、不思議な力を持つ猫、ルナと出会います。その猫から、うさぎはセーラームーンに変身できることを知ります。セーラームーンは地球を守る戦士です。うさぎは、他のセーラー戦士たちと一緒に悪い敵と戦います。セーラー戦士たちはそれぞれが特別な力を持っています。彼女たちは友情と愛を大切にしながら地球を守ります。物語を見ると勇気を持って大切な人を守ることの大切さを学べます。キャラクターそれぞれにもとても魅力がありますよね。グッズもとても人気で、見ると私も欲しくなってしまいます。次は1990年代に始まった人気のアニメと漫画についてお話ししたいと思います。90年代もとても多くの素晴らしい作品が生まれた時代です。まず「ドラゴンボール Z」を紹介します。これは「ドラゴンボール」の続編です。アニメでは途中から「ドラゴンボール Z」になっています。引き続き強い敵と戦い、地球や宇宙を守る悟空と仲間たちの冒険を描いています。ドラゴンボールを探す旅も続きます。ドラゴンボール Z ではさらにたくさんの強い敵が出てきます。悟空と仲間はそれぞれが鍛えた技や力を使って巨大な敵と戦います。悟空たちはいつも助け合い、一緒に困難に立ち向かいます。ドラゴンボール Z は友情と勇気、そして家族の大切さについて教えてくれます。もちろんとてもワクワクドキドキする戦いがたくさんあります。ドラゴンボール Z はアクションが好きな人には特におすすめです。そして新世紀エヴァンゲリオンも忘れてはいけませんね。このアニメは少年少女が巨大なロボットに乗って地球を脅かす敵と戦う話です。人間の心理や社会の問題を考えさせる作品で、大人のファンも多いです。世界中でも評価が高いアニメですね。この物語は未来の地球が舞台です。物語の中心は少年少女たちが巨大なロボットエヴァンゲリオンを操って戦うことです。彼らは地球を襲う謎の敵、使徒と戦います。主人公は碇シンジという少年です。大きな災害の後、地球はとても厳しい状況にありました。シンジはエヴァンゲリオンを操ることになりますが、多くの困難に直面します。彼は戦いの中で自分自身と向き合い、成長していきます。新世紀エヴァンゲリオンはアクションとサイエンスフィクションが融合した物語です。
でもそれだけではありません。友情、家族、そして自分自身を見つめ直すことについても考えさせられます。このアニメは名台詞がたくさんあります。そして忘れられないユニークなキャラクターたちがいたりするのも人気の一つです。スラムダンクも90年代を語るには欠かせない漫画とアニメです。この物語はバスケットボールを通じて高校生たちの成長を描いています。スポーツの楽しさだけではなく、友情や努力の大切さを教えてくれます。この物語の主人公は桜木花道という高校生です。花道は最初、バスケットボールに興味がありませんでした。でもある日、彼はバスケットボール部の仲間たちと出会い、バスケットボールの魅力に引き込まれます。花道はバスケットボールで上手になるために、毎日練習を頑張ります。彼は仲間と一緒に強いチームと戦い、多くの試合に挑みます。物語は花道が成長していく様子と、彼の仲間たちとの絆を描いています。スラムダンクはスポーツの楽しさとチームワークの大切さを教えてくれます。また、努力することの価値と夢を追いかけることの素晴らしさも伝えています。この漫画とアニメはとても面白くて感動的です。日本の30代、40代の男性はほとんど全員読んだことがあるんじゃないかなと思います。また、世界中でも多くの人に愛されています。スラムダンクを読んだり見たりすると、バスケットボールがもっと好きになるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。次はポケットモンスター、通称ポケモンを紹介します。この作品は小さなモンスターを集めて育てる冒険の話です。アニメもゲームも大人気で、今でも世界中で愛されています。子供から大人まで多くの人が楽しんでいます。私も小学生の時にずっとポケモンのゲームをしていました。この物語の中心はサトシという少年です。サトシの夢はポケモンマスターになることです。彼はピカチュウというポケモンと一緒に旅をします。サトシとピカチュウはたくさんの友達を作り、多くの冒険をします。ポケットモンスターの世界にはたくさんのポケモンがいます。それぞれのポケモンには、火、水、草、毒、エスパータイプなどの特別な力があります。サトシと仲間はポケモンと一緒に成長し、新しいことをたくさん学びます。この物語は、友情と冒険、そして挑戦について教えてくれます。サトシとピカチュウの旅は楽しくて、時には大変ですが、いつも一緒に乗り越えます。ポケットモンスターは子供から大人までみんなが楽しめるコンテンツです。実際、ポケモン GO というアプリが世界的にも大ヒットしましたよね。未だに遊んでいる友達も多いです。ちなみに、最初のポケモンの種類は151種類でした。今では1025種類もいるらしいですよ。最後に、幽遊白書を紹介します。このアニメは少年が霊界の探偵として活躍する物語です。アクションと冒険が満載で、海外でも多くのファンがいます。この物語の主人公は、浦飯裕介という中学生です。裕介はある日、事故で亡くなります。でも彼は幽霊になってから特別な任務を与えられます。その任務は人間の世界とあの世を守ることです。ユースケは霊界探偵として様々な冒険をします。彼は仲間たちと一緒に悪い妖怪や敵と戦います。物語は戦いだけでなく、友情や勇気についても教えてくれます。幽遊白書には魅力的なキャラクターがたくさんいます。それぞれに特別な力があり、物語を面白くしています。ユースケと彼の仲間たちの成長を見ることができますよ。このアニメと漫画はアクションがいっぱいでドキドキします。
最近では実写版の幽遊白書もネットフリックスで見ることができるようですね。1980年代、90年代にはこれらの作品をはじめ、多くのアニメと漫画が日本から世界へと広がりました。30年以上も前ですが、今もなお多くの人々に愛され、日本の文化を世界に伝えています。日本のアニメや漫画は国や言語を超えて、世界中の人々とつながる素晴らしい文化だと思います。これからも世界中で愛される日本のアニメや漫画を楽しんでください。